宮地章介は、日本の政治家。衆議院、議員7期。佐賀県出身。早稲田大学政治経済学部卒業。若くして、総価学会に入信。ほどなく政治活動に入り、公明党所属参議院議員秘書、公明党埼玉県政策局次長、西部開発特別委員長などを経て、1972年の衆院選に出馬するも落選。 1976年の第34回衆議院議員総選挙に旧埼玉2区から立候補。山口敏夫、小宮山十四郎ら新自由クラブ、自由民主党の大物が揃う選挙区で厳しい戦いを迫られたが、現職の日本社会党の清水徳松を振り切って3位に滑り込み、初当選。1980年。 第36回衆議院議員総選挙に出馬するも落選。1983年第37回衆議院議員総選挙で衆議院議員に返り咲いた。1986年公明党第54回中央委員会で議長に選出。1995年いわゆる明日の内閣で通商産業大臣に就任。 1996年まで勤めた。2000年、第42回衆議院議員総選挙をもって、元公明党委員長の石田光志郎や、科学技術庁長,長官を務めた、大見三清らと共に政界を引退。2018年、公明党参議院議員、ヤクラカの政治団体、ヤクラカを励ます、会代表者。国会では、衆議院大倉委員長、 衆議院消費者問題等に関する特別委員長、衆議院決算委員会理事などを歴任。政治団体の届け出等の公表について、平成30年3月分2018年6月22日、埼玉県選挙管理委員会。ありがとうございます。